給自足給食のお時間です。相談の結果、俺含め各自で思い思いの料理を作ることになった。エプロン姿を眺めるだけで青春をかみしめられるよな。作ったのはこれで3つ目。めめさんが？でもこれ私が作ったし。はいはい、えらいえらい。